ちは。いつもご視聴ありがとうございます。私がここに来るとですね、誰かがまたやってくるんですよ。ここに私が座ると美味しそうなものがあると勘違いするみたいなんですけど、今日は匂いが何もしないのかな。今日はこちらご紹介します。ミルキーソフトキャラメル味です。はい、ミルキーソフトキャラメル味になります。はい、美味しそうな匂いは今日はするかな、するかな、何かな、これは何かな、ちゅいてるですか。では開けてみますね。ミルキーソフトだけでもちょっとどんだけママの味するのかなと思うんですけど、これはキャラメル味になってます。今日はこちらの方試食していきたいと思います。で、試食のパンも買ってきました。ちょっと開けるの、あれどこから開けるのこれ、あ、ここや、ここから開けるのね。はい、あれこれなんか開きにくくない、よっよっ、よいしょ、にゃんにゃんちゃんが邪魔で開けにくいです。で、なんかクンクンクンしてクンクンクン、はい、こんなのでクン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 、キャラメルはダメでしょ。え、キャラメルも欲しいの、いいのかな。じゃあこれ下で舐めっときなさい、下行きなさい。じゃあ私はパンつけて食べます。パンなんですけど、私くるみパンが好きなのでくるみパン買ってきたんですね。で、くるみパンにキャラメルソフトつけて食べてみたいと思います。たっぷりつけますね。くるみパンにたっぷりたっぷりデロデロにつけます。デロデロにつけるね。なんで、いや、こんなに塗ると2回分ぐらいでなくなりそうだけど、めっちゃたっぷりたっぷりキャラメル味って味わってみたいじゃないですか。はい、よいしょ、こんだけデロデロにつけてどう、味見ね、味見まずこれ、うん、塩キャラメル風かな、ちょっと塩分あるかな。でもマーガリンとかバターでも塩味ありますもんね。うん、やっぱりマーガリンっぽいかな。じゃあパンと一緒にいただきます。にゃんにゃんちゃんも舌で舐めてます。たっぷりつけすぎでしょうか。うん、キャラメル味というよりは塩キャラメル味みたいな感じかな。まだ舐めてます。はい、本日はミルキーソフトキャラメル味。ミルキーソフトキャラメル味、こちらを試食してみました。う欲しいのかな、欲しいのかな、はい、あんた何ベロベロしてるの、ベロベロしてんの、ベロベロしてんの、なめったの。これはお母さん食べるでしょ、下でベロベロしてきたの、ベロベロしてきたの、いっぱいなめてきたの。ん？にゃんこバターとか好きですもんね。バターとかマーガリン、にゃんこ好きなんでしょう。ベロベロしてますね。じゃあ私もご試食続き食べさせていただきます。またこれ言うてんですかね。これ。あんまり食べると油の取りすぎになりますよ。ダメですよ。私もそうですよね。こんなに塗っちゃいました。もう半分くらいなくなります。何あんた手出してんのそこで、ね、手に塗ってるかな、塗ってなかったです、残念でした。あんまりこんなに欲しがるから少しだけ指でやってみましょうか。はい、
これ多いと多いですよね。猫にはこんな猫がこんなに食べたら多いです。これぐらいにしときましょうね。はい、着信入ってしまいました。じゃあ今日はご視聴が本日もご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。ではまたねー。